さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです。はい、千秋さんこんにちは。こんにちは。今日なんですけど、はい、久しぶりさでしょうか。ですね。はい、年末に向けてキャンペーンをやろうと思いまして、まあ、今回はちょっとキャンペーンのご案内の動画になるんですけども、はい、今回もナイルプラスと D マーク、はい、共同のキャンペーンです。なので、期間とか金額とかは両方とも一緒です。何のキャンペーンかって言ったら、はい、みんな大好き DSG オイル、はい、DSG オイル交換のキャンペーンを行います、はい、申し込み方とか最後にちゃんと説明するので金額も含めてね。なので最後までちょっと見てくださいということで、はいはい、じゃあ早速いきましょうか。はい、はい、じゃあそれではどうぞ。じゃあね、早速、はい、今回の DSG オイル交換キャンペーンなんですけども、うん、まず期間、はい、この動画がねちょっと上がるタイミングがいつかちょっとまだ分かってないんですけど、うん、一応もうこの動画上がった時にはキャンペーンはスタートします。じゃあ終わりの部分はどこまでかって言ったら、うん、一応11月末までの作業です、はい、申し込みじゃなくて11月末までに作業を終えた方が、はい、このキャンペーン価格が適用されますので、はいはい、じゃあ順番にいきましょうか。まず乾式7速はい、はい、まあ 1.2 リッター、1.4 リッターの、まあ、乾式7速ザ・ビートル、ゴルフ6、うん、ゴルフ7ですね、はいはい、この辺の車がですね税別で、14,800円。作業自体は同30分から1時間ぐらいですよね。そうですね、はい、次、湿式の6速、はいはい、ゴルフ、まあ、6GTI とか 6R とかシャランとかね、この辺もみんな使ってるんですけど、はい、こちらが、税別で 34,800円。はいはい、さらに続きまして湿式の7速、はい、こちらはゴルフ 7.5R ですとか、うん、ティグアンの TDI とか、うん、ちょっと新しめの車にちょいちょい使われてるんですけども、こちらとフィルター代がちょっと違うんですよね、はいはい、純正しかないというのと、うん、まあ、ちょっと金額がするので、こちらは、ね、税別で39,800円。なので14,800円、34,800円、39,800円、うん、はい、まあ、6速7速は約半日ぐらいかな、この季節だと、ね、はい、3、4時間は最低でもいただきたい、はい、っていう感じですね、はい、最後に今までは結構キャンペーンに入れなかった、うん、縦置きの7速あアウディの入れちゃうんですか。入れる、まあ、結構ですね、これD マークさんの方で、はい、需要がかなりありまして。あ、なるほど。で、まあ、ちょっと、ね、先輩さんとも話してみたら、はい、これはちょっと入れたいよということだったので、ただね、金額もさることながら、うん、結構作業がね大変なんです。オイルパンを外したり、はい、フィルターも2箇所ついてたのを変えたりとかで、ちょっとお時間もまあ約1日いただくのと、はい、部品代も結構するので、うん、一応こちらは税別で59,800円。それでも通常に比べたらかなり安いので、そうですね、はい、はい、一応このね4パターンで一応ご用意しましたので、はい、ご検討いただければと思います、はい、一応今回D マークもナイルも申し込み方法としては概要欄にお互いの公式 LINE 貼ってありますので、うん、必ず公式 LINE からお申し込みください、はい、で公式 LINE から DSG オイル交換のキャンペーンについてといただければ、じゃあ日程の調整とかしますので、はいはい、で金額はどちらも一緒ですので、はいはい、でどちらも現金カードともに使えますので、はいはい、そこはご安心ください。はい、どうなんでしょう、チェキさん、ここ最近というか6月かな、前やったのはキャンペーンを、あ、そうですね、うん、その時、まあ、ナイルさんもそうでもないけど、D マークさんはかなりのお問い合わせいただきまして、うん、はい、相当な台数やらさせてもらったんですけど、やっぱね、この辺はちょっとこうキャンペーンのタイミングで、うん、やられた方がいいかなと思いますので、はい、変えたら変えたで、ね、効果もかなりありますので、うん、はい、っていうところですかね。そうですね、はい、はい、ということで、今日は DSG オイル交換のキャンペーンのお知らせでした、はい、はい、また次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。